会高見の見物を担当する桜のクリムです。はい、それでは早速ですがお答えする生徒会、わー楽しみだね。こちらのメールをご紹介するよ。ラジオネーム俺が生徒会長さんからいただきました。どういうことだよ、俺が生徒会長って。私が生徒会長だよ。もうこんばんぱ、こんばんぱ。突然ですが、なんでクリムは可愛いんですか？いい質問だね。それはね、もう万物から決まってるんだよ。あ、万物？万物ってなんかあれだよ、万物だよ。うん、すごいすごい万物ってことだよ。うん、じゃあ次のメール行くよ。はい、それではですね、ラジオネーム世界のなりの果てさんからいただきました。ありがとうございます。なりの果てって何？最近何もかもうまくいきません。失敗だらけです。どうしたらいいでしょう？ふんふん、そっか、大変だったね。でも大丈夫、私が素敵な言葉を送ってあげるよ。失敗してこそ学べることがあるんだよ。我ながらいいこと言うね。さすが私だよ。それでは以上お答えする生徒会、今回の担当は桜のクリームでした。振り返れば笑い出すよな、小さなかけら握りしめてた。生徒会の一存レベル2、ウェブラジオ碧桜学園校内放送レベル2。こんばんは、生徒会の一存赤羽千鶴役のみなです。こんばんは、椎名みなつ役の戸橋みすずです。こんばんは、椎名真冬役の野水よりです。はい、碧桜学園校内放送レベル2第20回。20回 20! おー、 おー始まりました。天才や。嬉しくレベル2でもないよ。確かに。はお聞きいただいて分かる通り、今回は久々にクリム役の本田が高見の見物です。おー、珍しいね、なんかね。ね、いや、ドヤ顔でやってましたね。なんでクリムが。あのね、それはね、あのね、カラだ。違う、ちょっと違う。カラだ、カラだわ。何かが乗り移ったやつ。怖い。怖いよ、誰か。あの格言がね、まさにクリムって感じで、うん、私はとっても、ね、聞いてていいなと思ったんですけど。クリムらしい、うん。失敗してこそ学べることがあるっていう ね、うん、ええこと言って締めるっていう。そう。あの子でもさ、話し始めると、うん、どんどん長くなってくる。そうね、長くなって、うん、だんだん長くなっていく。結果、よかった、落ち着いて、うんうん、今日はね、いないんでね、思う存分彼女の可愛い話をしながら進めていきたい。大丈夫、これ3人、そういう人。さあ、どこに本田がいるか見つけてね。いないよ。それでは、碧桜学園校内放送レベル2始まるよ。碧桜学園校内放送レベル2。生徒会目安箱。皆さんが目安箱にこっそり入れてくれたメール、つまりふつおたを紹介します。なんかね、動くなよ、ラジオだぞ。楽しい、伝わらないぞ。もうあれだね、映画泥棒のやつのもう意味ないよ。ジェル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 ってやつ。はい、これでテレビ出てたものまで出てた。そう、見たかった。見た素顔が明かされた。ダンサーさんなんだって。あ、やっぱそうなんだ。あと教えたりもしてるんだって。へー、突然脱線しちゃったで、ね、ごめん。では早速紹介していきましょう。はい、ペンネームカーニバルメフィストケッキュンさんからいただきました。ありがとうございます。生徒会の皆さん、こんばっぱ。こんばんは。本田さんを探せだからね。2月16日のアニ夢見に行きました。楽しかったです。ありがとうございます。特にやらかしキャンバスが
これね読んでいくと分かると思う、うんうんうん、歌い終わった後の謝る本田さんと後半の赤ちゃん同盟の曲での本田さん、いろんな表情を楽しめた日でした。うん、うん、主に苦悩の表情ばかりですが、うん、赤ちゃん同盟の曲はステージ向かって右側だったので、うんうん、ミナクルの嬉しそうな表情ばかり見る位置でしたがなんか嫌そうに言わないでよまた困惑する本田先生を見たいです、うんうん、そして、うん、ガッシーの覚醒器持ってのステージは似合ってました。ギャラソンじゃなくてそんなガッシー自身の曲があってもおかしいです。おかしいのは僕だけでしょうか。いやいや思った思った、おかしいです、すごい思った。真冬ちゃんよりはホワホワしたイメージ通りで可愛かったです、うんうんでもそのフォワフォワのさなか、足にはジョジョタイツだったんですよね。そう、ズバズバーンって書いてあったよね。ズキューンだよ。ズキューンと、ズキューンと、赤もいいとこ間違えちゃった。生徒会のテレビ放送も折り返しになりましたが、ぜひライブやってください。お願いします。では、とのことでした。ありがとうございます。これね、説明しますと、書いてなかったね。5話の、エンディングの、クリムがソロの、ピュアピュアキャンパスっていうのを、本田さんがソロでね、披露したんですが、なぜか間違えて1番を2番歌っちゃったんですよね。1番から2番、1番から2番歌っちゃって、で2番も2番を歌ってるあれなんかデジャブみたいな感じそうなんですよ。後ろで私たちモニターが見えてて、うんうん、そうそうそうその時に、うんうん、もう目がどうしようこれどうしよう やっちまったなって顔してたわけです。で2番で2番歌った時にドヤみたいな顔して、そう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 、しょうがないしょうがないでしょっていう顔してたね。赤ちゃん同盟っていうのは、うん、DVD ブルーレイの第1巻のアニメイトゲーマーズさんの限定版があるんですけども、そちらにオールナイト全軸リターンズというドラマ CD が特典としてついてるんですが、その中でキャラソンとしてクリムと千鶴、そしてあとミナツと真冬で歌ってる曲が1曲ずつ入ってて、それをなんと初披露させていただいたんですけど、そうなんですよ、すごかったね。そう、楽しかったね。楽しかった。また全然ね、姉妹と赤ちゃん同盟と違う曲だから、うんうん、本当なんか見応えがあると思ってくれれば、ね、しかも曲っていうよりもパフォーマンスでも喜んで見てもらいたいっていう、なんか芝居みたいな感じだったよね。そうそうそう、やってて楽しかった、なんかすごい新しい感じがした、うんうんうん、楽しかったです。ぜひ聴いてください。ありがとうございます。やらかしキャンパスって表現いいよねねえ、やらかしキャンパス超面白いねありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてラジオネームソートさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんぱ、こんばんぱ。少し前にバレンタインという悪魔のデイがありましたね。デイデイ英語で書いてある、デイ僕は毎年もらえないのですが、なんとすごい点、うん、とすごい点がある。今年は女友達から、お幼馴染み括弧女子、同級生から各1個ずつもらいました。おーキャッホー、あ、顔文字でキャッなんかこう滑り込みみたいな、滑り込みみたいな、すごいこれ面白い、キャッホー、うんうん、まさかもらえるなんて思ってなかったのでとても驚いています。よかったね。ところで、ホワイトデイには何を返すべきでしょうか。デイだけ英語だねまたメールしますということで、みんな何もらうと嬉しい。ホワイトデイ、ホワイトデイか、なんかこの間、うん、ツイッターでね、うん、見たんだけど、うんうん、本当かどうか分かんないんだけど、うん、お返しによって意味があるみたいな。確かクッキーとキャンディーとマシュマロがあって、はいはいはい、普通そうだよね、なんか女子にあげるものって。で、うん、クッキーが友達でいましょう、うんうん、でキャンディーが好きです、うん、でマシュマロは、マシュマロが、うん、なんかそこに書いてあったのは、うん、お断りだみたいな、お前なんかお断りだ、友達もいたくないみたいなそうなの。マシュマロふわふわしてんのにイメージ違う、面白いね。意外とキャンディーが好きですわ、なんとなくわかるんだけど、最初キャンディーだったもんね。そうだよね、今はなんかチョコレートでもなんでもいい感じで、昔は飴だったもんね、うん、昔は飴だったよね。そう書いてあって、最近だとマカロンとかもいろいろね、最近出ましたからね。マカロン好き、食べたい。そうらしいですよ、ソータさん、そんな感じで返してくださいそうだねこの3人ちょうどいるからそうだね、うん、女友達、いや、すごいね、面白い。へー、いいね、誰が本命かな。でも嬉しいね、なんかバレンタインさ、私たち話したじゃん、うん、報われないバレンタインの子たちもね、でこういう子から来ると嬉しい。そうだね、うん、よかったよかった、めでたい違う。はい、続いてラジオネームゆうてみーさんからいただきました。ありがとうございます。ございます。モサ様、すず様、イオリン様、ミナクル様、こんばんぱ、こんばんぱ。
早速ですが本題に入りたいと思います。幼稚園みたい。最近私は住んでいる県の方言を調べて郷土愛を深めることや、うん、あれも方言だったのかってなることがなかなか嬉しくて時間がある時などついつい調べてしまいます、うん、そこで提案なんですが、皆さんにも各出身地の方言で会話をしていただき、お故郷を思い出し、あの頃の郷土愛を思い出していただきたいと思いました。あの頃の郷土愛。最近巷で方言で話す女の子というのも人気があるということもありますので、方言女子の要素も取り入れて人気をさらに上げましょう。ちなみに私は北海道弁がなまら好きです。鈴様とユリン様には特に期待しております。何？それではこれからも体調に気をつけて頑張ってください。応援していますといただきました。ありがとうございます。方言か。意外と北海道ってなんか帰るとはこれもそうだねってあるのかな。なんか方言は割とあっても訛りがそんなないから。語尾は語尾。なんだかでさ、なんとかだかさ、なんだかダベヤとか。ダベヤ。それ違うべとか。あ、べとか言う。あ、へえ。私は岐阜県なんですけれども。まあ、ほぼ名古屋弁ですね。あの、にゃんにゃん。鳥山先生の。そう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 。へぇ、はい、飲みやとか。かわいい。かわいくないよ。かわいい。食べやとか。なんかだってリアル猫語みたいな感じじゃん。確かに。なはやとか。へぇ、そう言うとったでしょみたいな。矢印でニコちゃんだよみたいな感じ。あ、ちょっと憧れる。かわいい。いいの。ちょっと話してみる。なんか多分ここイオリンと私割と標準語だと思うけど。あんま出てこないの。私はね、そんな出てこない。でもなんか東京出てきて、あ、これ訛りだったんだって気づいてショックだったことってある？ある。言葉のイントネーションがあるね。言って言って。うん。何が、あ、ちゃんととっていうのが、うん、ちゃんとっていうの、ちゃんとしなさいよとか言うの、ちゃんとしなさいよじゃないんだ。ちゃんとしなさいよじゃない。未だにちゃんとしてとか出ちゃう時がある。どうしよう、どうしよう。なんだっけな、なんかこの間、うんうん、あったんだけどな。なんかお母さんと話してて、うんうん、私もう知らなくて、うんうん、なんか言ってきた言葉がおかしかったの。で、何そんな言葉ないよって言ったら、うんうん、北海道の方言だよって言われて、あ、嘘つけへんって調べたら方言だったっていう。 あるあるある、それある。私もね、あのね、あの鍵とかボタンをかけるっていうじゃないですか、うん、皆さん、買う、うんうん、かける、うん、ボタンかける、鍵かける、あれ買うって言うんですよ、うち。鍵買う、鍵か、鍵買ったとか、鍵買うの忘れたとか。でもそれは言うかも。ジョッピン買った、ジョッピン買ったっていう。ジョッピン、ジョッピンって言うね、北海道。ジョッピン買っといて、ジョッピン買っといて。でもそれも多分訛りだよね。訛りだね。あと机を運ぶことを、うん、机つるっていうの。つる、面白い。机つってとか言う。クレーム、クレーム、はいよみたいな。だから、いや、本当に普通に、つる、本当に標準語だと思ってた。そういうのはあるかもね。うん、投げる、投げると。これ、これ投げて。投げる。ポイってやられて、違う違う違う、ゴミ投げといて。おー、いいね。あとなんか、うん、うちの母親はもともと群馬出身なのね、うん、で北海道に住んで病院に行ってて、おばちゃんが話してる会話を聞いて、うん、あの北海道来たばっかの時に、うん、最近体が切なくてって言ってて、うん、あー、知らない、それときめきがないってことと思ったら、だるいとか辛いのことを切ないっていうの、切ないって言うんだ。年、結構年配の人が、北海道怖いっていうよね。怖い、硬いとか怖い、辛い、辛いとか怖いわ。うち偉いっていう。偉い、偉い、階段とか登ると偉いっていう。なんか登れてよかったみたいな感じで、ね、偉いっていう。じゃあ、ね、せっかくだから今日はこれから方言でね、方言交えて、交えて喋っていきたいと思います。ありがとうございました。これからも生徒会目安箱にこっそりメールを入れてください。お待ちしています。レッドカーペット最高脚本賞狙えちゃうくらいもっと空想シルブプレイ。それではここで一曲お聴きください。アニメ生徒会の一存レベル2第7話のエンディングテーマ、東堂リリシア CV のとまみこさんで空想シルブプレです。町内騒然100万デシベルアラームジリリリリでも三度目視線なう遅刻フラグです。ママの小言と食パン加えて辞書を人類最速ローなんてなんてあれこれフェイクなんで
じにそうです。聞いててホワホワする、ね、本当になんかシルブプレって感じの、ホワホワ感があるよね。はい、というわけでお届けした曲は東堂リリシア CV のとまみこさんで空想シルブプレでした。シルブプレ壁陽学園校内放送レベル2。小さな自慢から本気のものまで皆さんの自慢を表彰するコーナーやで、はい、ちなみに紹介された人の中から毎回1名様には私たち直筆の表彰状をプレゼントしてまうんやで。なんかもうゲームじゃなくなってきた気がする。それでは早速ご紹介してまおう。まおう、まおう。なんかすごいこっちが新鮮な気持ちになっちゃう。はい、ではミラクルから行かせていただきます、はい、ラジオネーム確認さんからいただきました。ありがとうございます。本田先生、ガッシン、イオリ、ミラクル、こんばんぱー。こんばんぱー。最近の表彰する生徒会では大食い記録もありましたね。私は大好物というものがあるわけでも嫌いなものがあるわけでもないので、うん、全てにおいて平均的だと思っていたのですが、一つだけ異常に表紙し、消費しているものがありました。表紙落ち着いて表彰だけに。それは牛乳です。お、牛乳。朝昼晩のご飯では毎回牛乳を飲み、おやつを食べる時も牛乳、うん、お風呂から上がっても牛乳を飲んでいます。しかもこれを家族全員がやっているので家には常に空の牛乳パックが山積みになっています。すごい。先日スーパーの牛乳パックのリサイクルボックスに1ヶ月分を入れる際に数を数えたところなんと100個を超えていました。1ヶ月すごいね。え、どういうこと。我が家では1ヶ月に1200円、あ、1万、間違えた。1万2000円ぐらい牛乳にお支払いしていたんですね。すごい。今までは普通かと思っていましたが、我が家では牛乳が大好きなようです。といただきました。神々です。すいません、確認さん。すごいね。すごいね。そうなのかな。カロリー結構あるよね、牛乳って。そうなのよね。晩飲むと、やっぱ脂肪が吸収されやすいっていうから、飲むなら朝にしなさいってお母さんに言われたことがある。でもしたっけこれ、お腹ゆるゆるじゃない。お、いいね、いいね、かさんできたね。かさんできたね。言われると意識する。せやね。牛乳さ、最近嫌いな人もおるやん。うんうん、飲めない子供とかいるよね。小さい頃ダメだった。マジでダメだった、うん、お腹壊しちゃって。飲んじゃくやね。北海道寒いからかな。あ、でも北海道の牛乳めっちゃ美味しそうやん。美味しいんだけど、ね、うん、なんだろう、あの何かに入れたりとか、うん、あとソフトクリームとかになったり、フロスト的なものとかに、だいぶ変わった。そういうなんか加工されたり、うん、何かと一緒にっていう風になったら、うんうん、でもそのまんまパックでそのまんまっていうのはあんま飲まないね。ほんと、うん、私よう飲んだな牛乳、うん、すごい好きやった。やっぱこう学生の時に、うん、やっぱ飲めへん子おるもんで、うん、もらって2本ぐらい飲んどったもん。へ、あーでも痛いよね、うん、飲めないから飲んでみたいな男の子にあげた、うん、しかもする側だった。あれでも残すと怒られるんだよね、うん、そう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 。でもさ、なんか持って帰ったりとか、カップのなんか肉じゃがとかカップの容器にジャーってみんな最後入れない、うん、余ったやつ、余ったやつ入れる、でも入れるけど途中から OK になった。あ、そうなんだ。あれじゃ、なんかシチューとかの、そう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 、かあの容器鍋とかに、うん、全部余ったやつわーって混ぜて大変なことになった。あ、そう、うん、ミルクシチュー、あーやばいやばいね。でもあれだね、こんだけ飲んでたんだったら角煮さんだいぶ背伸びたべな。そうだね、うん、じゃあそう、そうじゃん。どうしたん、どうしたん、もっと試しすぎだよ、もう。飲んどらへんで小さいないの。いやでも、うん、そんな好きじゃなかったけど。いや、先生頑張りはしたよ。あ、そうなんだ、うん、関係ないと思う。うーん、しょぼん。じゃそこらへんも合わせて詳しく送ってください。確認さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて、トガシです、はい、ラジオネーム響さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。生徒会の皆さん、はじめまして。はじめまして。僕の自慢は防御力です。ドラクエ。僕は友達からどんなにパンチを受けても平然としていられるんです。ちなみに僕の友達の一人は、うんうん、ゲームセンターのパンチングマシーンで、うんうん、パンチ力が300近いのですが、それってすごいの？わかんない。僕を殴ると手が真っ赤に腫れるのです。硬い。友達みんな僕を殴っているうちに大丈夫大丈夫これ
筋力がどんどん上がるんです。ちなみにサンドバッグ大丈夫かな。ちなみにタイキックをしても僕のお尻は鉄板でも入っているんじゃないかっていうぐらい硬いんです。おお、自慢げ。これが僕の自慢です。ちなみに僕はかなりのド M です。嬉しいやないか。よかった。むしろ蹴ってくれみたいな。途中で不穏な匂いがしたけど、ね。いやでもスタート地点から結構怪しかったよね。防御力。でもさ、逆にみんなに蹴られて硬くなってるとかじゃないのこれ。あ、そっち？え、タコができてるとか？もう慣れ鍛えちゃってるみたいな。どんどん。とか。え、そんななるもんね。防御力が。レベルが上がってってるって感じ。そんなことないから肉ってとんかつとかにする前に叩くしね。そういうの食べるもんだった。ハムソーセージとか切って食べやすくする。今の豚だった。なるほど、ね、すごいね。お尻硬いってすごいね。すごいね。でも男の子ってこういうことするよね、うん、えーみたいな。あ、なんか腹筋とかに力入れて、あれ何の儀式だと思って見てたんだけど、面白いこれ、ありがとうございました。そうだね。じゃあ続いていきます。ラジオネーム靴下はやっぱり5本指さんからいただきました。ありがとうございます。私は UFO キャッチャーが得意です。いいな。重りの入ったカプセルを取るタイプの箱体で、おうおう、 PS3 と 3DS の両方が得意です。すごい。めっちゃすごいね。うわすごい。写真に載ってましたね。撮りました。チェキで1個飾られるやつだね。そうそう、大体の UFO キャッチャーであれば1000円以内で落とせます。ぬいぐるみとか簡単に取れたとしてもさ、うん、大概このなんか PS3 とかのやつで、ね、うん、取れないじゃん、うん、取れないように設定してあるっていうか、なんかね、そう取れないように意地悪な感じに上がるけど、うん、移動するときは落ちるやみたいな。でもいいな、一緒に行こうよゲーセン。いろんなさバージョンが出てきてるじゃん、うん、あるある、いろいろある。なんか輪っかとか、ここにこことそうボールにこうやってビニールボールみたいなのにこうついてて、そうそうそう、あれ得意、ババって得意なの俺。輪っか引っかかってるやつでしょ、うん、比較的得意。でも最近輪っかに、うん、なんかあの UFO キャッチャーのこのなんていうの、あの挟む部分の片っぽだけなんかあの先割れスプーンみたいにちょっとこう残ってなってて、あるその輪っかのなんていうか、この溝で輪っかをこう引っ掛けて落とすみたいなやつ、あるある、うん、紙テープみたいなのでぶら下がってて、紙プラプラした竹なんか鉄串みたいなやつを刺して穴開けて落とすみたいなやつがあるの。何それ。だけどそれ大概同じとこにしか穴開かないから、絶対難しいの。奥まで刺さんないし、はい、そんなの絶対取れんべ、うん、棒がさこう2つあってさ、うん、さここにあるカプセルがある。ここにちょっと間に全然伝わらへんねんけど、こうこれをちょっとずつ2本のやつがねこう、うん、あるあって、それがどんどん広くなっとるんやて、それをね横にずらしてって落とすんやってみたいなやつ、うん、あれでも何万金かければ落ちる。そうでも金なのそうなの、結局この所詮金なの。1000円で落とせたらすごいと思う。一緒に行こう、一緒に行こう。どんなにめんこいなんか人形があっても、うん、どんどん腹立ってくるよね。おばあちゃんかどんどん腹立ってくる。でもなんかめっちゃレンコインしちゃう。わかるなんで取れんべこんなやと思って。わかるやるね。いやいいな。いや今日難しい。ちょっとみんな一緒にゲーセン行きたい。今日難しいね。五本指さんと いっぱいあったね。ねえ、みんな面白かった。すごい。みんな、どれがいい？どれだろう。どうしようか。で揃ったところで誰にしよう。どれもなんかねジャンルが違ってね。そう、うん。どれもすごくいいよ。みなちゃんが決めてくれて。はい、決めました。あ、今回表彰される人は。UFO キャッチャーが得意な靴下はやっぱり五本指さんに決定です。すごい。いいねこれは。やっぱねみんな好きなんだよ。そうなんだよ。3人が好きだから ね一人でフラッとゲーセン入ってやっちゃうんだ、ね、やっちゃうもんね、うん、気づいたらすごいお金使ってるもん、ね、そう。いやぜひあの伝授してほしい、このこうしたらいいですよとか、うん、しゃべろうとか、ね、教えてください。はい、今回表彰された靴下はやっぱり五本指さんには後日、放送部から住所氏名をお伺いするメールが届きますのでしばらくお待ちくださいね。皆さんも大きなことからへえと思うことを私たちに自慢してください。お待ちしています。続いてのコーナーはこちら。生徒会ホワイトボード。このコーナー生徒会ホワイトボードは皆さんから議題を募集してそれについてみんなで話し合うというコーナーです。どんとこい。しかも5分間という制限時間付き&ノーカット。なんと、ちなみに誰のメールか何そのバイオハザードみたいな。誰のメールが採用されるかはこの場で抽選です。なのでキーワードについての事前打ち合わせはできません。できません。
それではここに皆さんからいただいたメールが四つ折りになっておいてあります。じゃあ誰が引くかじゃんけんしましょう。はい、最初はグーじゃんけんしょーい。チョッキー負けた。トガシが負けたね。私が引くのか。引いてくれやれ、引いてくれやれ、引いてくれやれ。久しぶりに行くかも。じゃあこれだ、おいよ。今日は何が書いてあるかな。どこしょ。あ、切ないラジオネーム。お、いくよ。はい、ラジオネーム飛べないホタルさんからいただきました。ありがとうございます。例えば小説みたい。ありそう。無人島に漂流し、うん、そこには原住民ミナクルミラクル族と何それひどいな、電光石火空回り族が戦っていました。怖い。さてどんな戦い、勝負の行方は。このこと、何これ難しい。なるほどね。え、ミナクルミラクル、ミラクルミラクルかな、ミラクルやっぱりね。うん、天然な人にはかなわないわけです。そうかな。なんか真面目な話も、あ、面白いこと言いたいけど、私は面白いこと言いたいと思ってるだけで言えてないの。そうかな。でも本田さんは面白いこと言いたくないのに言ってるの。本田さんってなっちゃった。もう個人の戦いになっちゃった。あ、これあの民族の戦いだから。あ、ごめんごめん。それをそれをあの大前提にして。でもなんか空回り族は天然ってこと。そうそうそう。でこっちは原住民は養殖なのよ。あ、なんかでもあれだよね、空回り族はなんか槍投げるつもりないのに相手に当たっちゃったりとか。そう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 、そう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 、そう、だからまさかこんなところでやられるとは。でも多分、うん、ミラクルミナクル族はなんか腰身の一丁とかでセクハラ攻撃とかしてる。ひどいな。それもう戦いじゃないじゃん。一方的に訴えれば勝てるやつだよそれ。ダメ。でもほら島だから。次は法廷で会おうだよ。待て待て、まだもあのね、違うの。でも無人島だからね、無 人じゃないわけ。無人島でしょ。で原住民だから。ちょっとこれ多分人じゃないんだよ。その根本のメールに文句つけるのやめて。でもそういうことでしょ。難しくなってくる。掘り下げていくとそういうこと。魚なんだよ。だから無人島だと思ってて誰もいない。水中船。ひどい。誰もいないと思ってたら実は原住民がいたってことなんじゃないの。ああ、うん、あ、そうなんだ。ってことはでもまず漂流した人がいるってことだよね。誰かしら。誰だよ。あ、そうだよね。誰で漂流したの。そこで戦ってるのを見るってことでしょ。誰にする、誰にする。そこ誰漂流させる。まあこの族が出たら確実になんか、うんうん、富樫さんと某富樫さんかっこかりとロビンさんかっこかりが漂流してるよね。そうだね、この流れだとね。ナイフ族と乙女族。危ない。これなんだこれ。走ってたらたどり着いたんで戦ってた。走ってたらたどり着いた。恥ずかしいね。じゃあチャリで攻撃するよ。どんな、そもそもどんな戦いなんだろうね。うん、さっきなんか私はセクハラ攻撃でしょ。私ってちょっといいよ。なんか間違えちゃった。さっき魚とか言ってた。そうそうそう、人じゃないんだよ。ミナクル族が魚、魚人ってこと。そう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 。怖い。あのフィオエパパみたいな感じだよ。あーあ、網タイツ履いてね。そう、網タイツ履いてんの。じゃあ電光石火にはかなわないじゃない。空回りの人匂い嗅いでいい。あ、こっちいいと、ね、いいと、ホームみたいな感じ。言っちゃったよ。どっちが勝つんだろう。全然なんかでもいつも私の中のイメージだと、うんうん、あの空回り族は、うん、あの困ってるから、うん、あーってなってる。そう、最終的に、うん、そうだよね。確かに面白いことを天然でポンって持ってくるけど、勝敗で言われると分かんない。負けだよねきっと。勢い空回り族、あとミナクル族だって勢いあるもん、うん。なんかミラクル族に攻められて、うんうん、なんか自滅しそう空回り族が。あーってなりすぎて、うんうんうん、いやこれはあれだよ、勝ち負けじゃないの。勝負の行方はって書いてある。勝負の行方って言うけど、あんね、違うの。これ電光石火、何空回り族からのマリコ姫と、うん、あのミラクル族の、うん、ミナベル王子。ミナベル。そう、なんか昔いた王子だ。が懐かしいね。あの結婚して、うんうん、収めるの。え、何。あ、じゃあ結局和解するの。そう、あ、戦いがあったけど、私って言っちゃった。もうダメ。ミナベルのセクハラが勝つ、
立つことそれにゴン負けして、うんうんうん、でも実は実はマリモ姫が嫌だったわけじゃないってこと。そうそうそう、本当は好きだった。本当は好きだった。本当はあのあいつの方が激しかった。やべえ、これ本人がいたらなんて言うんだろうね。確かにこのナイフ族と乙女族はどうしたらいいの、これを見届けて。じゃあ結局、うん、やべ不毛だ。どうしよう。戦ってたけど和解をしたってことだよね。そうそうそう、政略結婚。政略結婚は違うじゃん。付き合ってたんでしょ。どっちだよ。お見合い結婚。あ、そう。お見合いだったけど恋愛結婚じゃないの。そう、でもさ最終的に恋愛になったよっていう。あ、最初はなんか結婚させようみたいな感じだったけど。そう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 。でお互い嫌だったってこと。最初反発してたけど最終的に会うと、会ったらこう、あ、あいいわ、楽しい、いいわって、運命の運命感じたわけだ。それに女同士なのか。あ、え王子って言ってたじゃん。何してんの。ダンスほど霊人魚と、はい、ということで、じゃあ勝負の行方は、これはみなちゃん、和解、和解ということで天然攻撃とね、セクハラ攻撃をしてたけど、そう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 、和解しました。はい、よかった。令和が一番です。ということで今回の会議はいかがでしたでしょうか。皆さんホワイトボードの時代を送ってください。難しい。私たちはやるけど放送部からの要望で、できれば突拍子もない題材や難しい内容だそうです。お待ちしています。お幸せに。壁王学園校内放送レベル2、絶対課長宣言。ここで生徒会からのお知らせです。はい、ただいま生徒会の一存レベル2がテレビで絶賛放送中です。ありがとうございます。よろしくお願いします。放送局、放送日、放送時間はアニメ公式ページをご覧ください。なお放送日時は都合により変更になる可能性がありますのでご注意ください。お願いします。はい、続いて書籍情報です。はい、小説新生徒会の一存ジョーがただいま絶賛発売中です。よよいしょ、どこいしょ。そしてその続き、うん、新生徒会の一存ゲが3月19日火曜日に発売されます。もうすぐです、うん、もうすぐです。気になる小説の続きをぜひぜひチェックしてください。はい、はい、そして今年の夏7月5日金曜日に原作小説外伝発刊、うん、生徒会の祝日オリジナルアニメブルーレイ付き限定版の発売が決定しています。よ、アニメも小説もどんな内容になるのか楽しみですね。楽しみですね。こちら予約受付中ですので、詳しくは公式サイトをチェックしてね。そしてもう一つ、生徒会の一存犬神キラ画集が大好評発売中です。かわいいんだよね、これね。すごい表紙がかわいい振り物。生徒会一存シリーズのカラー&モノクロイラストに加え、書き下ろしもまるっと収録した初画集です、うん、税込み2310円で、この内容はとっても贅沢なのでぜひぜひチェックしてください。はい、続いてブルーレイ DVD 情報です。待ってました。生徒会の一存レベル2のブルーレイ DVD 第1巻がただいま絶賛発売中です。皆さん買ってください。ありがとうございます、限定版には原作10巻の告白シーンを再現した新規取り下ろしドラマ CD、はい、告白する生徒会桜のクリームが、そしてボーナストラックとして水瀬瑠奈、 CV 桑島宝子さんの超毒舌ツンデレボイス集がついてきます。贅沢だね。さらにアニメイトゲーマーズ初回限定版には新規取り下ろし CD オールナイト全時空リターンズもついてきます、はい、これさっき話しましたね、うん、あの2曲も入ってますので、そうそうそう、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてブルーレイ DVD 第2巻は3月29日発売です。サニク、何にもかかってない。わかんないけどね。限定版の新規取り下ろしドラマ CD 告白する生徒会第2巻は赤バッチジュロです。はーい、撮りましたね。はい、そしてボーナストラックはリリシアの妹東堂エリス、 CV 清水愛さんの悶絶兄様ボイス集です。悶絶、はい、その他特典いっぱいなので、詳しくはアニメ公式サイトを見てください。ぜひぜひよろしくお願いします。続いてトレーディングカードゲーム情報です。生徒会の一存レベル2がプレシャスメモリーズに参戦。セリア、よし。スターターデッキが1575円、ブースターパックは347円でただいま発売中。私たちの箱推しサインカード、そして新規書き下ろしイラストもたくさん収録されています。よ、さらにさらにブースターパックをワンボックス購入すると、ボックス購入特典として特製 PR カードがついてくるという特典もありますので、うん、ぜひ買って遊んでみてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてそして CD 情報です。
はい、壁陽学園生徒会レベル2が歌うオープニング主題歌プレシャス、そして毎週変わるエンディング曲すべてを収録したアルバムコレクションする生徒会が絶賛発売中です。また今日それ多いねすいません。アニメロミックスでもテレビミックスバージョンが配信中です。さまざまな増えたさまざまなバリエーションの曲をみんなで歌っているので、皆さんも楽しみながら聴いてください。バリエーションはい、そしてこのラジオ壁陽学園校内放送レベル2の DJCD 秘密の女子会編も絶賛発売中なのです。 DJCD この企画のためだけに新たに録音した音声のみなのに体を張って4人が言っているし CD と私たち4人がパジャマ姿でドタバタ動いている DVD がついて、価格は税抜き3,500円、安い、うん、さらにジャケットは書き下ろしイラストが使用されています。ぜひ番組に感想メールお待ちしています。そして買ってください、買ってください、お願いします。最後にグッズ情報です。はい、ムービックさんより真冬の抱き枕カバーがただいまけしからん状態で発売中です。けしからんぞ真冬。このために書き下ろししたイラストを使用した注目の商品です。皆さん、真冬と一緒にどんな夢を見てくださるのでしょうか。あれは許さん。ということで、あなたの世界を生徒会でぽよぽよさせましょう。今後の情報もお楽しみに。壁陽学園校内放送レベル2第20回、20回そろそろ終わりの時間になりました。まだ来たばっかり。今絶対言うと思ったなんでだろう。エスパーかもしれない。この放送では皆さんからのメールを募集しています。生徒会目安箱、表彰する生徒会、生徒会絆試し、生徒会ホワイトボード、そしてお答えする生徒会のコーナー宛てにガンガン送ってください。ガンガン。ラジオで読まれた方全員に壁陽学園学籍番号を付けさせていただきます。はい、この番号はアニメ公式ページに一覧として掲載されますので、ぜひぜひメールを送って学籍番号をゲットしてくださいね。ゲットだぜ。おー、この疎外感リオリ、大丈夫だよ、大丈夫だよ。そしてもう一つ、メールが読まれた人の中から毎回1名様に番組からプレゼントを差し上げております、うん、今月もですね、先月に引き続き生徒会グッズに私たちのサイン落書きを書いてお届けします。はい、ちなみに今回はストラップ。おお、ストラップ、ストラップ、ストラップ。では富樫さん、今日の当選者はラジオネームひびきさんに決定しました。モデ力をね、鍛えていってください、ね、響さんには後日放送部から住所氏名をお伺いするメールが届きますので、しばらく待っとってね。お、挟んできた。いや今日はね、生理会ということで、うん、なんかね、すごく緊張した、うん、なんかね、生いかんっていう意識が強すぎて、挟めるところを探してるよね、レイになって探るって。多分、普段話してる時は全然普通ナチュラルに、うん、そう出るんだけど、喋らないかんと思うと全然出ないの、全く出ない。めっちゃ緊張する。だから北海道の皆さん、あの岐阜の皆さん、あのそれ違うやんって思っても、あの優しく、あの流してくださると嬉しいのですが、優しくしてくれ。なんか2人のね、名残がね、結構前だった、うん、あら、あ、そうなの、うん、なんか分かんない本人たちは、うん、本当きっと、なんか私も結構好きな方言とか、うんうん、あ、この方言で告白されたら可愛いなっていう方言は あるよね。秋田が、秋田とか結構あれだよね、好きだみたいな。秋田何、秋田何、秋田がすごい人気だって聞いた。ドザユさみたいな。あ、それ青森だっけ。え、どんなの、好き、なんていうの、秋田、え、分かんないわかんないのか。じゃあ皆さん、それをメールしてください。ぜひよろしくお願いします。壁陽学園校内放送レベル2、お相手は赤羽千鶴役のミナヤでと、シーナミナツ役の富樫美鈴だべと、えぇ、して、シーナ真冬役の野水よりでした。